多摩川辺の噴火付近まで15キロほど停滞しています。この噴火を抜けるのに40分ほどかかっています。渋滞の中やお城では噴火事故が起きやすいので慎重な運転を心がけてください。続いて台風方面に向かっている方にお知らせします。この時間吉田インターまでの区間では順調に流れています。引き続き安全運転をお願いします。午前10時5分現在の東名高速道路情報をお知らせします。名古屋方面に向かっている方に交通緊急による渋滞の情報です。およそ60キロ先の岡崎インター付近を先頭に大人7分のインター付近まで15キロほど渋滞しています。この渋滞を抜けるのに40分ほどかかっています。渋滞の中やお昼では通過するのに起きやすいので最高の運転に心がけてください。続いて台風方面に向かっている方にお知らせします。この時間吉田インターまでの区間では順調に流れています。引き続き安全運転をお願いします。海洋ラジオ浜松よりお伝えしました。1年目で今5歳だから44の時のことを